はい、どうもアルティメット工房のサミです。顔出しの動画は久しぶりとなります。今日はいつもアルティメット工房を見てくださっている皆さんにご報告の動画となります。悪い報告ではないので安心して聞いてください。先日 LINE の方で皆様にメッセージを送らせていただいたんですけれども、私は12月の17日に27歳になります。今から新しい夢を追うのは遅いのかもしれないと思いながらも、私の中で叶えたい夢ができました。その夢の志望動機につきましては別の動画で、また別のチャンネルでお話をしようと思っていますので、そちらをご覧いただけたらと思います。私が叶えたい夢というのは、最近ではかなり認知され始めてきた声優という職業です。小学3年生ぐらいの頃からずっと声優になりたいと思っていたんですけれども、金銭的余裕とか自分には無理だろうなっていう風に自分で自分を決めつけていたことが原因で、この年になるまで諦めていました。なぜこのチャンネルでこのお話ご報告をしようと思ったかというと、今アルティメット工房というチャンネルは主にキング&プリンスのグッズを紹介したり、最新情報をお届けしたり、コンサートの皆さんの声をまとめたりとか、キング&プリンスに関する動画をたくさん上げているチャンネルになります。私たちティアラの中でもすごく衝撃的だった出来事がありましたよね。2023年の5月22日にキング&プリンスというグループから平野翔くん、神宮寺勇太くんがグループから脱退と事務所退所という決断をしたこと、そして岸優太くんはグループの脱退、そして少し継続してジャニーズ事務所には残るというお話でしたが、すごく衝撃的でした。連日ツイッターのトレンドにキング&プリンスが上がるくらい世間的にもすごく衝撃的なニュースだったと思います。私たちがわからない様々な理由があるにせよ、今のキング&プリンスの5人が大きな決断をしたということには変わりありません。その中で私がずっとなりたいと思っていた声優という職業、私もここで大きな決断をしようと思ってこの夢を追うことにしました。学校にはですね、2023年の4月末から1年間の学校に通います。その中でオーディションが2回ありますので、そこで事務所に所属できなければ私は夢を諦めようと思います。学校の説明会に行ったりとか、プレレッスンに行ったりとか、声優という職業、そして学校について調べる時間が私には必要だったので、しばらくね動画を上げれていない時期がありました。そんな中でも私が動画を上げた時、そして LINE のメッセージを送信した時に変わらず返信をくださる方、コメントを残してくださる方、すごく温かくて優しいティアラの皆様に出会えたことは私が YouTube を始めて一番の誇りです。再来年の4月ぐらいまでには事務所に所属して声優になっているか、それともこのまま本業はトリマーなんですけど、トリマーを続けながら YouTube を配信している、そのどちらかになると思います。どちらになるにせよ、私と皆さんとでキング&プリンスを推してきた時間、共有した時間というものは消えませんので、いつまで動画の投稿が続けられるかは分かりませんけれども、その時まで私と楽しい日々を過ごしていただけたらなと思います。声優になるために必要な基礎知識とか演技力、そういったものがゼロからチャレンジすることになりますので、同じ夢を持っている方も多いと思います。そんな方のために、また別のチャンネルで学校に行く時の動画とか、なぜこの学校を選んだのかとか、こんな授業でした、こんなオーディションがありましたみたいな、そういったことを発信するチャンネルにしようと思っていますので、もし皆さん興味がありましたら、概要欄の方にチャンネルを貼っておきますので、チャンネル登録をして応援していただけたらと思います。こちらのアルティメット工房というチャンネルでは変わらずキング&プリンスを応援していきたいと思います。以上が私のご報告となります。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。以上アルティメット工房のサミでした。